ほろ、本格的に俳優として、キャリアをスタート。キリッとした二枚目なマスクと、スマートな体型そして美声を生かして、女性ファンを急増させた。1940年代は、映画、ラ・ボエームや、忘れ時の面影、ボバリー夫人などに出演し、ロマンチックな作品が先行したが、50年代に、ハイルとヌーベルバーグの波に乗って、フィルムノワール調の作品に多く主演し、 ムード満点の魅力を存分に活かした。その冷徹で時に、詩的な個性は、後に排出されるロベール・オッセンや、ジャンルイ・トランティニャンらに引き継がれるものとなる。俳優ルイ・ジュールダンの名が、世界中に知られるきっかけとなった、恋の手ほどきや、大都会の女たちそして、予期せぬ出来事は、現在でも指折りの名作に数えられる。1960年代後半からは、TV ドラマにも、 意欲的に主演。オカルトミステリー作品、悪の祭典などでは、性格俳優という一面も披露。高い演技力と幅の広さを見せつけた。七十年代は、イギリスの文芸作品などにも挑戦。芸域を広め、1 9八十年代は、ヨーロッパの作品に出演しながらもアメリカに渡り、怪人スワンプシングシリーズにおいての B 級作品で、主演作を量産し、 日本でも顔が知られるようになった。1983年007オクトパシーでは謎めいた不合約を不気味に演じ、主人公ボンドを向こうに回して存在感を示し、その後も1992年まで活動し渋い、魅力と演技力で魅了、息の長いキャリアで健在ぶりを見せていた。1992年の映画 イヤー・オブ・ザ・コメット、失われたワインを終え。の出演を最後に現役を引退し、晩年は、南フランスで余生を送っていた。2015年2月14日、老衰にて成去。93歳ボーつ。ジュールダンは、ハリウッド・ウォーク・オブ・フェームに2個の星を獲得している。また、2010年には、友人のシドニー・ポワチエや、カーク・ダグラスたちに囲まれながら、 レジオンドヌール勲章を授与された。ありがとうございます。